皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、エイソスで購入したものを紹介していこうかなっていうふうに思っております。エイソスって皆さんご存知ですかね。多分海外系のファッションが好きな方は知ってる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、私も多分前にも何度か紹介してるかなって気がするんですが、海外版 ZOZO みたいな感じなのかなって私は個人的に思ってるんですけど、なんかいろんなショップがそのエイソスっていうサイト、私はアプリ使ってるんですけど、その中に入っていて、そこで1回でお買い物ができるみたいな、そういったサービスなんですけど、ここでゲットしたものを紹介していこうかなっていうふうに思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していこうと思います。まず1点目が、今こちら着ているトップスをゲットしました。これがあのレースの、総レースのトップスになっていまして、すごく可愛いです。これちなみにこれはイソスの中に入ってるトップショップっていう、トップショップも多分普通に聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、トップショップも入ってるんですが、のお洋服になっております。色味がこんな感じでライトグリーン、ライム系のカラーで、私このカラー本当にすごい好きなんですよ。なんかすごい惹かれるんですよね。なんかこのビビットな感じっていうか、ビビットなんだけど、ビビットの中でも使いやすい色合いで、個人的にはすごくタイプなカラーなんですが、それのレースのトップスをゲットしました。全体的に結構あの体に沿うような感じのシルエットで、バッグがすごくガバッと開いているデザインになっております。今私これ中にベージュのキャミを合わせてるんですけど、こういったソーレースのトップスとかって多分インナーをすごく悩まれる方が多いんじゃないかなって思います。私も結構インナーやっぱちょっと難しいなって思ってるんですけど、あんまりインナーを目立たせたくない場合はやっぱこういった肌のカラーに近い色合いのものを着てあげると、やっぱ目立ちにくくなるので、こういう着方もありだと思うし、あえて逆にこれはちょっとこのレース自体にカラーがあるのでどうかなっていうふうには思うんですが、なんかホワイトとかブラックとかのレースだったら、あえて中に色物のキャミだったりとかを重ねてあげて、それを透けさせる感じでも可愛いなって思うし、あとはまあ普通に無難にブラック、ホワイトとかでも可愛いかなっていう風に思います。個人的にはでもベージュのカラーを中に入れるのは自分のこの肌のカラーに近かったりするので、なんかあんまりこうインナーが見えすぎてない感じが私的には可愛いかなって思います。でまあレースね、私もこの前2020年の春夏トレンド予想で話してましたが、昨年からずっと着ているトレンドアイテムで、こういったレースのトップとかチャレンジしたいけどなんか難しいっていう方やっぱ多いと思うんですよ。レースってちょっとガーリーになりすぎちゃったりとか、逆にセクシーに見えすぎちゃったりとかっていうのがあるかなっていう気がするんですが、私的にあえてカラーもののレースとかを選んであげると結構使いやすいかなって思います。ブラックだとちょっとやっぱランジェリー感出てセクシーになっちゃうし、ホワイトだとちょっとなんかガーリーすぎちゃうなっていう方とかは、意外とこういったカラーものの方がレース取り入れやすかったりすると思うので、チャレンジしたいけどなって思ってる方はこういうねカラーもののレースも一回見てみるのもありかなっていう風に思っております。でなんかまあレースって言ってもいろんなね柄があると思うんですけど、これはこんな感じの花びらがしっかりしてるタイプのお花のレースになっております。レースだとやっぱバラとかそういうのとかも多いかなと思うんですけど、そういったセクシーになりすぎないような柄っていうのも私的には使いやすいポイントかなっていう風に思います。形も本当に可愛いです。これ丈感もそこまでなんか短くもなく長くもなくで、やっぱ体に沿ってくれるのですごい使いやすいシルエットなので、これは私は買ってよかったなって思ってるアイテムです。はい、では続きまして2つ目が、じゃん、こちらのキャミソールノースリーブゲットしました。こんな感じのシアの豹柄のねキャミなんですけど、ちなみにこのキャミはリクレイムドヴィンテージってゲットしたキャミです。今回のエイソスの購入品、前に私があげたあのルックブックで結構着てるアイテムが多いです。全部ってわけではないんですけど、ほとんどそのルックブックで使ったやつばっかりなので、多分見たことある方もいるんじゃないかなと思うんですけど、このキャミもめちゃくちゃ可愛くて、本当にいろいろ着回しも効くし、気になってるって言ったこの豹柄ね、豹柄なのも可愛いし、しかもちょっとチュールっぽい感じで若干透け感のある素材になっているので、なんか豹柄っていうとやっぱちょっと
秋冬とか、まあ、秋のイメージは私は個人的に強いんですけどのイメージがあるんですけど、素材が軽いことで夏とかにも着やすいなって思うし、すごいこう柄がパキンと出るわけじゃないから、いろんな他のお洋服とかとも馴染みやすくって、結構使いやすいアイテムだなって思います。何枚か重なってるんですけど、この肩のストラップのところはちょっとねじれてたりとか、こっちはノーマルな感じになってたりとかして、ちょっとこうアシンメトリーな感じも可愛いですし、丈感も私的にはすごく好きな丈感で、おへそがちょっと隠れるぐらいかな丈感なのと、あとここにギャザー寄ってたりとかしてすごく可愛いです。前のルックブックではデニムに合わせたのと、もう一個スーツのセットアップに合わせたりとかしていて、結構振り幅が大きいので本当にたくさん着回しできそうなアイテムだなと思って、これもおすすめです。では続きまして3つ目が、じゃーん、こちらのトップスをゲットしました。これもね、このトップショップのものなんですが、これは私がトレンドの予想をした時に着ていたシャツになっております。ちょっとなんかサテンっぽい感じのシャツなんですけど、これ意外と生地がしっかりしてて、ちょっとこう厚みのある生地だったので、なんかサテンって結構やっぱペラペラなものだったりとかすると本当にシワがつきやすくて、気をつけて着ないといけないなっていうのがあるんですけど、このトップスは割と生地がしっかりしていたので、なんかそこまでシワもつきにくいかなっていう風に思います。だからそこも私的には気に入ってるポイントですね。今回まあ全体的にそのトレンドのアイテムをたくさんゲットしてるんですけど、これもオフィスサイレンのファッションとかですごく使えそうだなと思ってゲットしました。ちょっとコンパクトめなシャツになっていて、でもそこまで体にめっちゃフィットするっていう感じではなかったので、すごい使いやすいなと思って、これもとっても買ってよかったなって思ってるアイテムです。シルエットも自然とこうくびれる感じっていうか、サイドが若干こうシャーリングされてたりとかするので、形もすごくなんかこうストンってなりすぎないから着やすいなっていうのと、あとこのフロントのデザインもやっぱ可愛くて気に入ってます。ボタンがねしっかり上までないタイプなんですけど、でもなんか胸元がめっちゃガバって開いてるっていう感じも私的にはなかったので、そこも良かったですね。前にこんな感じリボンもついてるから、一応上はリボンで縛れるようになってるし、なんか抜け感はあるんだけど、そんなに着にくい露出っていう感じではないかなっていう風に思うので、そこも良かったです。で袖口もこんな感じでフレアになっていまして、ここも可愛いですよね。ここに1個スリットが入ってるんですけど、なんかちょっとこうタイトめなシャツって知的なイメージがあると思うんですけど、いい感じにそういうオフィスっぽい綺麗めな感じと、でもデザインがいろいろ入ってることで遊び心もあって、とっても気に入ってるシャツでございます。はい、では続きまして4つ目が、じゃらーん、こちらの T シャツをゲットしました。はい、結構ねオーバーめな T シャツなんですけど、まあ今季は割と私的にもちょっとタイトめなお洋服だったりとかが結構気分で、あんまりオーバーなものを欲しいなって思ってはなかったんですけど、この T シャツは裏がめちゃくちゃ可愛くて、これもルックブックの時に着てましたが、じゃじゃん、こんな感じになっているの。可愛くない？これめっちゃ。もう見た瞬間には、これはもう買うしかないと思って、一目惚れでゲットしたアイテムです。超可愛い、これ本当に。いろんなリボンがプリントされていて、9個かな？あるんですけど、まず、これがブルーのリボンでしょ？ピンクのリボン。赤のちょっとサテンっぽいリボン。黒のレースのリボン。ベビーピンクのサテンのリボン。ピンクのドットのリボンで、赤のサテンのリボン、ブラックのサンコールかな、これはなんだろう、レザーのリボン、これはギンガムチェックのブルーのリボンっていう感じで、本当に可愛い。やっぱリボンもすごく注目するべきトレンドかなっていう風に思うので、この T シャツも可愛くてゲットしちゃいました。またこのなんかオーバーな T シャツにこのガーリーなプリントがされてるっていうのもギャップで可愛くないですか？なんかオーバーな T シャツとかって大体こうカジュアルに寄っちゃったりとかすると思うんですけど、前から見たらその普通のねシンプルな白いオーバーな T シャツなのに、後ろ振り向いた時にキュートみたいな可愛いってなるから、そこがすごい気に入ってる T シャツでございます。なんかガーリーすぎなくて可愛い、ギャップが可愛いなと思って買いました。ちなみにこれは、ASOS オリジナルのものでした。 ASOS デザインの T シャツなので、これでもね S サイズなんですよ。サイズ表あったっけ。あ、ちなみに今見たらグレー
もありました。グレーも可愛いんですけど、私やっぱ夏は本当にもう汗っかきなので、私本当に汗めっちゃかくので、グレーなんて着てられないんですよ。だからホワイトにしました。大体夏はねホワイトかブラックになる。あ、書いてあるかなこれ。詳しいあれは載ってないかも。なんか大体のそのブランドサイズみたいな感じはあるんですけど、いや、ないか、ないな。結構通販で私めっちゃ買い物するんですけど、オンラインで買うとき失敗しちゃうのが怖いっていう方が結構いらっしゃるじゃないですか。多分すごいみんなもね多いと思うんですけど、まあ私もちょっとやっぱ不安なんですけど、サイズ表をしっかり見てあげて、着丈が何センチとかだったら今までのその私が持ってるお洋服の着丈を、まあ、覚えておくなり、その時測るなりして、あ、このぐらいのサイズ感ねっていうのを理解して買うことが多いので、そこまで失敗はないです。で、まあそういうサイズ表が詳しく載ってるやつとかだったらいいんですけど、やっぱ海外のお洋服とかってあんまり一個一個にサイズ表が詳しく載ってなかったりするんですよ。その時に私が参考にしてるもので言うと、これもまあ記載ある時とない時があってちょっと難しいんですけど、ある時はこのモデルさん、この T シャツだと今このモデルさんが着用してるんですけど、この方の身長とかがね結構載ってたりするんですよ。ちなみにこれは今モデルさんの身長が 175.5cm 見るかな、で着てるサイズが S サイズっていう記載があるので、これを元に買い物してます。 175cm のモデルさんで、あ、このぐらいの丈感、ゆるっと感ねっていうので、で自分の身長に置き換えた時に、あ、このぐらいになるかなっていうので買ってる感じです。そう、まあなので絶対とは言い切れないんですけど、そこまで失敗はないかなっていう感じです。私はそうやってお買い物をいつもしてます。これもねすごいお気に入り、なんかデニムとかにも合わせたいし、ブックブックではこれにあのブルマ、フリルのねブルマを履いてたんですけど、この合わせでもめちゃくちゃ可愛いし、これもちょっといろいろ着ていきたいなって思ってます。はい、ということで続きまして5つ目がじゃーん、こちらのパンツをゲットしました。これはですね、すいません開いてました、チャックが。これもポップショップのパンツなんですけど、カプリパンツをゲットいたしました。そう、これもねトレンドの動画で話してましたが、気になると言っていたカプリパンツです。膝下ぐらいの丈感で、ちょっともうタイトめなパンツっていうのが欲しくて探していたら気になるのがあったのでゲットしたんですけど、これもすごい買ってよかったなって思ってるアイテムで、まずこのやっぱ素材がすごく気に入ってるんですけど、めっちゃストレッチ効いてるんですね。これやっぱこういうタイトめなパンツってストレッチ効いてなかったりすると、まあそんなにないけど、ストレッチ効いてなかったりすると終わりじゃないですか、入らなかった時。でもこれめっちゃストレッチ効いてるから、なんか履いてる時もすごい履き心地がいいし、サイズの心配もそこまでなくって、そこが気に入ってるポイントなのと、あと結構スタイルよく見えるなって思いました。割とこれねハイウエストになっているので、お腹もしっかり隠せるし、タイトでキュッとなんか全体的に引き締まった感じで見せてくれるっていうのと、あとやっぱこの丈感が私的には好みですね。なんかハーフパンツって何年か前から結構流行ってるアイテムなのかなって個人的には思ってるんですけど、割と今までのハーフパンツって膝上とかぐらいのちょっと、まあ、中途半端な丈感のハーフパンツが多かったイメージなんですよ、私の中で。私も思ってるんですけど、タイトなものでも膝上ぐらいまでの丈感だったりとか、ゆるっとしたものでも膝上ぐらいとか、なかなかあんまりこう膝下の何丈って言うんだろう、まあ、6分丈、7分丈とかのパンツって今まであんまりこう履かれてなかったイメージなんですよ。昔は結構履いてたんですけど、私も最近はそこまでその丈のパンツを履こうって思ったことがなかったんですが、やっぱ膝が隠れることで結構足が綺麗に見える気がします。やっぱ膝って年齢が出やすいところとかも言われてますけど、ちょっとやっぱ気になる部分じゃないですか。恥ずかしいとまでは思わないけど、出てると気になるなぐらいのポジションなんですね、膝って。個人的にはだからそれが隠れるのがいいなと思って、そこも気に入ってるポイントです。これもやっぱまあオフィスサイレンっぽい感じで、ちょっと綺麗めなさっきのシャツだったりとかに合わせてあげても可愛いし、ルックブックでもこれも着てたんですけど、ルックブックではカーディガンみたいなのと合わせましたね。下がタイトなので上をゆるっとさせて、ちょっとバイカーパンツっぽい雰囲気で着るのもいいかなと思うんですけど、私的には本気っぽいファッションをしたいなら、上もちょっとタイトめなものとかを選んであげるのが個人的にはいいんじゃないかなって思ってます。これにねあのミュールだったり人のヒールとかを合わせてあげると可愛いです。はい、ということで続きまして6個目がじゃらーん、
こちらのパンツをゲットいたしました。かわいい。パイソン柄のねパンツなんですけど、こういった感じのレザーっぽい素材感のパンツになっております。これもめちゃくちゃ可愛くて、これもちなみにトップショップのパンツです。私は基本的にトップショップが多いかも。 ASOS で購入するときはそこまでブランド気にして買うっていうことはないんですけど、可愛いなって思うもので結構トップショップのものが多いですね。ストレートのパンツかな、これはになっていまして、私レオパードのパンツが気になるっていう風に話してたかなっていう風に思うんですが、僕のパイソン柄もちょっと捨てがたくって今回ゲットしちゃいました。丈感もすごいちょうど良かったし、ちょっとウエストのあたりは若干ゆとりあるんですけど、まあ、なんかウエストを落として履いたりとかしても可愛いかなって思うし、そうベルトループがねこれ実はついていないパンツなので、ちょっとウエストの調節が難しいが難しいんですけど、個人的には好きな感じのゆったり感だったし、きついわけではなかったので、まあ、良かったかなって思ってます。シンプルなトップスの時とかにこういった柄のパンツがあったりするとすごい使えるじゃないですか。なんかこうシンプルになりすぎなくって、若干こう遊び心を加えて癖一癖つけられるみたいな、なので結構柄パンツ私も好きでよく履いたりもするんですけど、やっぱちょっと顔と遠い分こうごちゃごちゃしすぎないっていうか、個人的には挑戦しやすいかなっていう風に思ってるんですよね。そうなんか私多分 YouTube で過去も何度か言ってると思うんですけど、カラー物とか柄物とかに挑戦したい時にいきなりこうトップスからチャレンジするっていうのがちょっと難しいなっていう方は、意外とパンツからチャレンジしてあげると取り入れやすくってチャレンジしやすくっておすすめっていうのを話してるんですけど、そういう感じでこのパンツも意外と使いやすいんじゃないかなって個人的には思ってるアイテムです。まあ、夏はちょっとこのレザーの素材感が暑いかもしれないんですけど、春とかまあこれにシンプルにブラウス合わせてあげたりとかしても可愛いし、ちょっとこうガーリーと攻めな感じのミックスでやってあげても可愛いなって思うし、スウェットにこの柄パンツとかパーカーにこの柄パンツとかでも可愛いと思うので、これも結構使っていけるかなって思ってるアイテムです。なんかレースのアイテムとかとも合わせたいですね。このトップスからすっても可愛いは可愛いと思うんですけど、ちょっとまあ激しすぎちゃうかなっていうのもあるので、ブラックのレースとかホワイトのレースとか合わせてあげても可愛いかなって思ってます。あのトップスに合わせたいかも。アベンモアのサテンのレースのトップス、キャミのトップスがあるんですけど、それとかと合わせたらめっちゃ可愛いかもしれない。絶対可愛いのでそれもちょっとやりたいな。では続きまして7個目がじゃじゃん、こちらのスカートをゲットいたしました。こんな感じのチェックのスカートなんですけど、これは前のあのルックブックの時にも着てました、回しましたかなと思うんですが、もともとこの巻き付けシャツのこの腰巻き、なんて言うんだっけ、腰巻きのデザインがもともとついているスカートになっております。でこれ実は前が短くなっていまして、前がここまでの丈で後ろが長いっていうアシメのスカートなんですけど、そこもめちゃくちゃ可愛くて気に入ってるポイントです。後ろにもちょっとこんな感じで細かいんですけどレザーが寄っているので、ここもなんか可愛いんですよ。後ろから見た時にデザインが入ってることで、なのでここもお気に入りです。ちなみにこれもトップショップのアイテムでした。なんかこの後ろは長いんだけど前が短いっていうこの感じも可愛いし、シャツのね巻き付け風な感じのデザインも可愛いし、後ろがこう長いことで心配がないっていうか、やっぱミニスカート履く時とかってやっぱり後ろの丈感って結構心配になりませんか？私結構なるんですよ。お尻に引っ張られて若干やっぱり前よりも丈が短く感じるから、すごいこうミニスカ履きながらちょっと不安だなっていうのが、階段登ってる時とかね、駅上がる時とか結構やっぱり心配なんですけど、そういうのも心配ないし、でこの前もやっぱこうフレアのスカートになっているので、サイドのところも結構この丈が長いから隠れてくれるんですよ。だからミニ履きたいんだけどちょっと露出がっていう方とかはすごいおすすめかも。まあストレッチとかは効いていないのでサイズ感は気にしないといけないかなとは思うんですが、全体的にはスタイルアップ効果もありで可愛いし、私もあのルックブックでデニムに重ねたりとかしてたんですけど、そういうスカートオーバーパンツスタイルとかも
作れて違う感じ、癖がある感じで作れたりするから、やっぱこのチェックが若干ね、やっぱ子供っぽいじゃないですけど柄のチェックなので、ちょっとコーディネートは気をつけた方がいいかなっていうか、子供っぽくなりすぎないように注意はしていきたいなと思ってるんですけど、チェックもでもずっとまあ流行ってるっていうか気になるアイテムではあるので、これも買ってよかったなって思ってるアイテムです。ちなみにこのスカートセットアップになっていまして、トップスも買っちゃいました、セットで。やっぱ私セットのアイテム見るとどうしてもセットで買いたくなっちゃうんですけど、まんまとねトップスも買いました。じゃーん、こちらでございます。このねこのビスチェをゲットしました。こんな感じのストラップもこうついていない、本当にベアトップタイプのビスチェなんですけど、これもすごい可愛いです。こんな感じで、あの滑り止めもねちゃんとついているので、まあズレの心配もそこまでないかなと思います。で後ろがこう全部チャックになっているタイプです。これは取れます。ちなみに全部ガバッとセットで着てあげてももちろん可愛いですし、まあ、なんかほんとトップスとして着るのも可愛いし、ベアトップも去年の夏からずっと気になってるアイテムでトレンドかなっていう風にも思うので、これもまあトレンドライクなアイテムかなっていう風に思います。まあ、形も可愛いですよね。巻き付け風というか、ここがちょっと長くなっていたりとかして、若干ここにデザインがあって、ただのベアトップじゃない感じも可愛いし、なんかやっぱベアトップってこの胸囲のあたりがゴムが入ってるやつもあると思うんですけど、ゴムが入ってることでやっぱちゃんとねこうキュッとホールドされるからズレの心配とかも少ないので、それもそれで安心できるアイテムではあるんですけど、なんかゴムだとこうキュッてなりすぎちゃって、ここにめっちゃ肉乗っちゃうみたいなっていうのがあるじゃないですか。私も結構それがね気になる時もあるんですけど、これはゴムが入っていないのでそこまでこうギュッとされてる感じではないから、脇肉のあたりとかも気になりにくいかなって思いました。ゴムは入ってないけどこう滑り止めはちゃんとついているので、そんなに落ちる心配は個人的にはなかったかな。もちろんその人それぞれこのお胸のねサイズ感だったりはあるので一概には言えないんですが、私はそこがあんまり気になりにくいかなっていう風に思いましたね。他の部分で結構キュッと締まってくれる感じがあったので、そこまで気にならなかったなっていうのが結構気に入ってるポイントです。まあ、なんかベアトップこれ1枚で着るのがちょっと抵抗あるっていう方とかは T シャツとかキャミとかに重ねても可愛いかなって思うし、それこそこういったレースのねトップスとかに重ねてあげても可愛いですし、いろいろ着方も工夫できるかなっていう風に思います。はい、ということでこんな感じで ASOS の購入品は以上でございます。ASOS はやっぱり海外の通販なので届くのもちょっと時間がやっぱりかかっちゃいます。私は今回のこれはどんぐらいだったかな、1週間ぐらいで届きました。でやっぱ海外から発送されてくるものなので関税がその分かかるんですよね。5780円なので、まあ、結構かかります。なんか送料自体は無料にはなってもやっぱその関税で結局払うお金が出てくるので、まあ、それが送料みたいなイコール送料みたいな感じで考えてるんですけど、私の中では、まあ、プラスでやっぱお金がかかっちゃうので、関税ってあれどういう仕組みなのか私もちょっとあんまり理解してないんですけど、多分おそらく大きさとか重さとかで変わってくるんじゃないかなっていうふうに思っているので、これもなので一律ではないとは思うんですけど、やっぱそういうプラスでかかるお金とかもあるので、結構この ASOS でお買い物するときは割とこういっぺんに頼んだりします。なので今回もちょっとたくさんあったかなっていうふうに思うんですが、気に入ったアイテムばっかりだったので割と成功なお買い物ができたかなって思ってます、個人的には。まあ、これからね春夏に向けて着れるものだったりとか、今すぐにから着れるものも結構あったりしたと思うんですが、いろいろコーディネート組んでいきたいなって思います。結構今回は気になっているっていう話していったトレンドライクなお洋服が多かったかなと思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。